はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、やばい料金プラン設定がある X モバイルを見ていきたいと思います。すでにご存知の方もいるかもしれませんが、初めて見られる方ですね、私と一緒に見ていただければと思います。ということで順番にですね、見ていきたいと思います。はい、こちらですね、トップページから下の方に下がっていきますと、こちらですね、X モバイルの格安満足料金プランというのがあります。こちら左側がですね、通話もネットもお得な音声プラン、右側がですね、スマホはネットだけ使いたいならということでデータ専用プランになります。こちら左側のですね、音声プランなんですが、基本料金980円、そしてですね、電話のかけ放題プランが2種類あります。まずですね、かけたい放題ライトというのと、もう一つですね、かけたい放題フルというのがあります。こちらですね、また後で見ていきたいと思います。そして通信容量も追加できます。右側のデータプランですが、基本料金380円からとなっております。はい、ではもうちょっと下に行きたいと思います。今回ご紹介する X モバイルは NTT ドコモのネットワークを利用していまして、全国各地で安心してご利用いただけます。こちらが X モバイルで取り扱っている端末です。ノバライト2、P20 ライト、そして iPhone 各種ですね、あるんですけれども、特に端末が安いということはなく、まあお得に買えるということはないかなと思います。この中でですね、ちょっとやばい機種見えちゃいましたか。ここのですね、すごい電話というやつがあるんですけど、これなんかやばくないですか。ちょっと見ていきたいと思います。こちらの電話はですね、エイビットという会社が作っておりまして、名前がですね、なんとすごい電話となっております。写真がですね、もう見たまま家の固定電話ですよね。こちら AC アダプターで動くんですが、いざという時にですね、乾電池でも動きます。全体的にはこんな感じですね。右側に説明が書いております。家庭も会社もすごい電話で通信革命。 X モバイルが提供するすごい電話は、業界初の固定電話型携帯電話。とんでもないカテゴリーですね、これ。本体は SIM フリーで 3G 回線になるようです。これ1台で固定電話代わりになります。しかも単三アルカリ乾電池4本で動作するので、災害時にも役立ちます。ということで、端末の料金は35,000円税別となっております。その下にですね、こういう場面で役に立ちますという説明がありますので、興味がある方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので見ていただければと思います。スマホの他にはタブレットと Wi-Fi ルーターがあります。はい、ここからですね、料金プランを見ていきたいと思います。あらかじめお伝えしておきますと、特にですね、安いというプランはないんですけども、他の格安 SIM の会社にはないようなプランがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 X モバイルの料金プランの特徴ということで、1番、圧倒的な安さ。携帯電話業界初にチャレンジした超絶価格です。どのプランを選んでも驚きの安さです。2番、シンプルな料金体系。分かりやすさを重視した X モバイルの料金体系。なかなかピンとこないパケット量も分かりやすく解説しています。3つ目ですね、選べる2大プラン。電話もネットも楽しみたい方には、業界初の値段に挑戦した音声プラン。ネットだけを楽しみたい方にはデータプランをご用意となっております。はい、ではいよいよですね、金額の方を見ていきたいと思います。まずこちら音声プランなんですが、基本料金が980円で 500MB のパケット付きとなっております。パケット容量を追加したい方は、こちらの金額でですね、追加することもできます。そしてその下ですね、通話プランを選択ということで、850円でかけたい放題ライト、5分何度でも OK となっております。まあ、見ての通りですね、5分以内の電話が何回かけても850円というプランでございます。そして驚きの右側ですね、こちら1800円でかけ放題フルとなっておりまして、通話無制限とだけ書いております。
こちらですね、何分までの電話が何回という制限がないようです。こちらすごくないですか？ 1800 円で電話がかけ放題です。他の格安 SIM の会社ではちょっと私ですね見たことないんですけれども、ひょっとしたらあるかもしれません。ですが X モバイルではこちら1800円でかけ放題フルというプランがありますので、こちらですね電話代を気にされてた方はチェックしてみてはいかがでしょうか。そしてその下ですね、オプションということで留守電キャッチ本もしも保証ということで、こちらですねどこの格安 SIM の会社にもあるようなプランかなと思います。はい、こちらですね音声プラン詳細ということで、携帯業界最安の980円、さらに 500MB のパケットがついています。はい、こちらですねかけ放題のプランですが、ライトの方がですね5分以内のかけ放題になっております。右側がですねかけ放題のフルで1800円で通話無制限となっております。こちらですね米印が出てきました。こちら注意事項もありますので、この下ですね読んでいただければと思います。ちょっと気になるところですと、連続して1日50回以上通話された場合、連続して60分以上同一の相手先に連続してかけた場合などですね、一時的に利用制限される場合があるようです。その他ですね、各種有料サービスには別途費用がかかりますとなっております。はい、そしてデータプランの方に行きたいと思います。はい、こちらデータプランの料金表ですが、基本料金380円で LTE データ500メガバイト付きとなっております。容量が足りない方はこちらですね通信容量を追加することもできます。そしてその下ですね SMS のオプション、そしてもしも保証ということで、何かあった時の保証ですね、気になる方は入っていただいた方がいいのかと思います。はい、今回はですねこちら X モバイルを見ていきました。気になるところはですね、他社と違ったかけ放題プランがあるということです。ですがまだ終わりませんよ。ちょっと気になってですね、いろいろいじってたんですけども、こちらを見ていただければと思います。まずですね、こちらご購入お申し込みというところに行きたいと思います。はい、こちらがですね、X モバイルのお申し込み画面になります。ちょっと下に行きまして、こちらですね、音声プランとデータプランがありますので、音声プランを選択してみます。はい、下に行きます。そうしますと、SIM プラス端末本体。SIM カードのみとありますので、今回ですね、どっちでもいいです。SIM のみにしましょう。はい、では下に行きます。はい、SIM サイズを選択してくださいということで、どれでもいいんですが、ナノ SIM にします。はい、こちらですね、パケット容量を選択してくださいとあるんですけど、こちらですね、おそらく選択しなくても次に行けます。はい、こちらですね、噂のかけたい放題のプランが2種類あります。こちら、どちらを選んでいただいてもいいんですが、はい、今回ライトにしましょう。では、下に行きます。はい、下にですね、さらに選べるオプションと出てきました。留守番電話が400円、キャッチ本が300円とあります。ちょっとここはですね、無視します。もうちょっと下に行くと、ちょっとね、びっくりしたものが出てきました。はい、こちらですね、突然このわけのわからないプランが出てきたんですけど、地球放題というプランが出てきました。980円なんですけど、対象の国への海外通話なら1回10分ですねが月300回まで無料となります。今まで全く説明なかったですよね。こちらですね、下に注意書きがありますが、かけたい放題いずれかのプランのお申し込みが必要となりますということで、先ほどですね選択しましたよね。なのでこちらのプランが出てきたようです。そしてですね、ここにもう一つあるんですが、このスマホにですねバツマークなんですかね、このマークのある国のモバイル端末にはかけられませんということで、こちらですねあらかじめご了承くださいとなっております。ちょっと簡単に見ていきますが、中国、タイ、フィリピン、ベトナム、アメリカまでですね、こちらですね地球放題というプランに入りますと、
1回10分の電話が月300回まで無料となります。これすごくないですか。まあ私は海外に知り合いがいないので全く使う機会がないので加入するとかそういうことは考えてないんですが、仕事で海外の方に、まあ、連絡を取るとか、あとはですね、友達がしばらく留学するとか、そういった時にですね、使えるんではないかと思います。こちらの X モバイルですね、まあ、若干制限はあるんですが、まあ、ほぼ制限のない無制限プランと、あとこちらですね、地球放題というプランですね。他社にはない、この X モバイルで際立ったプランはこの2種類ではないでしょうか。はい、ということでこちらですね、私が気になったプランをご紹介させていただきました。ということで今回はこちら X モバイルをご紹介させていただきました。こちらの X モバイルは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は見ていただけたらと思います。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。